まずはこっちとかあとマップとか更新したいけど、まずはねちょっとロベリーのところに行って装備をね整えていきたい。というわけでまずは手っ取り早く雑貨屋で物を売れるところといったらそこかなって感じなので行こうか、すぐにね。熱っ、うん、蒸し暑くなったな。半袖の方がすげえ快適な気がしてきた。今すげえ暑いからね。すごい、最近すごく暑くなったよね、本当に。この動画上げられてる頃はかなり時間経ってると思うけど、今は4月のちょうど始まったばっかりの頃なんで。もうほん、どこだ？気のせいか。何？はいはい、とりあえずなんか売ろうか。牛乳も売られてるけど、爆弾を10個、まあ10個でも足りるか。よし、このままでいっか。この星のかけらはね、ドイブラン遺跡で見つけました。もしかしたらその部分はその部分はキャプチャーが止まってたと同時に録画してないのかなと思ったんで今言いました。なんかあるんだよな、ここ。ここも登ってみたいな。ロベリーのところはどこだ？ローベリーのところは、ここも多分祠がある、あるでしょ。ここだ。うん、動いてますよ。グッドアフタヌーン、グッモーニング、バイザウェイ、バイバイ、毎度。矢よりもこれだよ。あ、作れるね。作れるね。ちょくちょく作っていくか。おー、古代兵器の耐性上がるんだろうけど、なんかデザインがちょっとあんまり好きじゃないな。弓とか多分壊れるよ。なんかノコギリみたいなのが、広大兵装、いや、変換する。ブリブリブーしてる。できたで、次行こけ。5発で足りる？変換しよう。で、鎧に変換。よし。あ、15発もいるかな。そんなガーディアンと遭遇しないし、いらないでしょ。毎度大きいにまた来てやー、バレー。うん。
なんとも言えないデザイン。で、鍛えるか、これを。どこだっけか。かかりこ村はどこだ。さあ、かっこいい鎧に身を包んで、あ、そういえばここにもあったな。ハート増やそう。早い段階でマスターソードを手に入れたいしね。あ、でも頑張りゲージも増やしたいところだな。よし、あと1個で頑張りのゲージ増やすか。はい、昔はこの門を行き交う人もいたんだろうな。エイコ、聖水とよく言ったものだ。あのラネールさんの門のこと言ってるな。はい。ああ。君のことは知りたい。ああ。なんかね。あ、間違えた。なんかね、この玉が盗まれるっていう事件が起こるらしいんですけど、聞いた話だとね。よし、これから行くぞ。夜中にここに来るとどうなるの。夜が迎えた頃はみんな活動してる時間ですよ。9時ですよ。みんな起きてますよ。寝る人は早く寝るけど。何してるの。なんか宝珠が盗まれる事件があるとかなんか言ってたけど、見てはいけない。女性らしいな、パーヤ。
何の落ちてだろうな。歓喜さん歓迎されてないな。わかんねえ。なんかそういうイベントがあるって聞いたことあるんだけど、なかなか何がフラグなのかわからなかったな。まあとりあえずちょっと装備を鍛えていこうか。多分いるよ、ルーミーが。ルーミーって言うんだっけ。青いウサギ槍でしょ。こら自撮りモードに切り替えてんじゃないよ。いた。じゃあ、まあしゃあない。捕まるときもしかしてこの服じゃないとダメとかあるのかな。あ、本当だ。やったぜ。初めて妖精を捕まえた。捕まえられるのであればどんどん捕まえていきたいな。よし。え、今日ブラッディームーン来るの？姫静香こんなところに光り輝いてる。ここから先ピエールコーチに行くの？よし、妖精は全部捕まえたみたいだし、強化してもらおうか。クチューラ、あんたがよく来たね。めっちゃ光輝いてんだけど。英傑の服鍛えられる。おお、姫静香やったぜ。間違いない。はい、スキップします。でも防御力を上げる意味あんのかな。これは鍛えたいね。必要素材まだありそうだな。ライネルの角いるの？しんどいな。
この際忍びシリーズ鍛えていくか。はい、次は防寒着も鍛えられない。古代兵装の上着、上鎧か。めっちゃ素材使うな。バネットネジだっけ。それぞれ5個ずつ使ったような気がするんだな。よし、これぐらいでいっか。しない。はい、さよなら。よし、ここでやることは済んだ。もっと顔見せて。なんでそんな怯えてんすか。はい、なんかすんごい情緒不安定だから。さっきからこの顔すげえ気になるんだけど。はい、おやすみ。こいつなんか怪しくね。もういいやなんかあるかなと思ったけど、なんもないんやったらいいわ。進めよう、ストーリーを。パーヤがなんか怪しいような感じがしたんだけどな。情緒不安定だし、なんかうさんくさいし命は無駄にしないぜ。あ、コログか。そこだ。さらば。ちょっとやめてくれませんかね、そういうの。あぶねえ。そろそろ武器ポーチも増やそうかな。
高速の速さで首、うん、高速の速度では体に戻るんじゃないよ。よし、倒した。マジ？あ、そんなところにいたのか。あいつらだ。一応装備は。宝箱だ。メテオロッドだよね。こっちはなんだ。お金だった。ファイアボールが2個も出せる。バレた。思い切って駆け抜けていくしかないな。お、来てくれた。よし、よし、行くぞ。これガーディアンのレーザービームは食らったら死ぬんちゃうか。馬なんか馬が死にそうな感じがしてならないんだから、もう駆け抜けるぞ。あー、ダメダメダメ。おー、大丈夫、死にはしなかったか。落ち着け落ち着け。あー、この鎧がなかったらどうなってたんだろうな。この塔の上か、崖の上か。あー、山菜は取っとこうか。ひんやりハーブ、ハイラルソード2つ。かっこいい乗り方。空中じゃ、違う、ジャンプしながら乗り込むっていう。どこからこの崖に登ろうか。こう、あそこの、あそこだからだったら普通に登れそうだな。ここで待っててくれ。あの神獣
かなりの存在感放ってんな。とてもなんか悪さをするようには見えないんだが。いるな、リザルフォスだ。装備。聞き惚れちゃった。困ったね。壊れちゃった。錆びた剣とかいらん。あとリザラフォスだ。あぶねえ。ダルケルがいるからゴリ押しでできるようなもんだな。超錆びた装備シリーズが落ちてんだけど、何なんだこれ。琥珀だ。こいつはカニになるぞ。岩塩と火打ち石、あと琥珀。ぐらいかな。登れそうだな、とりあえず。うわ、マジか。モリブリの家族たちが。あいつめ影になってるわ。すんげえやり刺さってる。あー、目玉があるな、あいつ。これどうする。ヒットポイントが低いのであれば不意打ち倒したいところだから、いろんな目があるしな。処理打ちがやべえ。よし、倒した一人。ヘッドショット、なるだけ削りたい。ヒットポイント残り9発。そこにもいるな。数を減らすか、まず。7発しかない。使いすぎだわ。
超外してる。もう一点にも気づかれたか。超石投げてる。よし、壊れちまったぜ。こっから登れそうだな。よし、ギリギリいけた。ガノンの侵食がやべえな。どっかに目玉いるだろう。タバンタの塔。あ、ここか。飛んでいけるか。これどこから飛んでいけばいいのか。どの高台から飛べばいいのかな。あそこか、やっぱ。で、そこにも目玉あるし。目玉が見えない。さっきのところから狙った方が良かったか。から狙った方が良さそうだな。当たるかどうかは分からんが、ちょっと高い。よっしゃ、当たった。お、ダラ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 。音は鳴らなかったけど自分で付け足してみたぜ。あれ多分リト族の里だな。向こうにもなんかあるぞ。見えない。まだなんか目玉的なやつがあるよ。いる。急激に寒くなった。うーん、ようやくタバンタ地方っていうのか。シーカーマップ更新。
こうしてみると割と狭いな。とりあえずあそこ行きたい。よし、それぎそう、それぎそうめっちゃ手に入る。なんでなんでそれぎそうめっちゃ手に入るんだ。なんか攻撃力を上げてくれる武器の強化。いや武器はすぐ壊れるから。そろそろ剣草を使った料理作りたくなったな。攻撃力が上がるやつ。物よ、若者よ、私の話を聞いてくれ。やめてきますじゃないです。いいですよ。シーザー、はい。力を失ってしまった。500ルピー十分あるよ。はいどうぞ。はい、また強引に渡される。力が見上げてくる。割と500ルピー安かったね。1000とか5000とか要求されるんじゃねえかなと思ったけど。おーわ、めっちゃガングロ。ギャル感半端ねえ。日焼けしすぎだろ。梅宮達夫か。ああ、それはどうも。ねえ、坊や。いやー、一緒にここで暮らさない。いやー、ちょっと、そうしたいのは山々なんですけど、私にはゼルダ姫を助けるという宿命がありますので。無理っすよ。冗談よ。必死なところまた可愛いよ。そこまで必死じゃないんですけどね。さてと、今度は私からの俺だね。服を強くするため、あ、ここも服を強くできるんだ。お姉さんにポーチを見せて。だいぶ強くできる。防寒着は相変わらずダメなんだ。あ、これいけるんだ。ハイラルバス使うの？おっしゃー、これ鍛えられるんだったら鍛えておこうぜ。じゃあ目をつぶって。どんな鍛え方じゃん。生々しいな。じゃあこれね。また目をつぶるのもういいですよ。生々しすぎるわ。ぬくもりとか言うなや。12も上がるんだ。フロドラの角のかけら。フロドラ。あとはフロドラの角のかけら欲しいな。ということはフロドラをフロドラと戦わないといけないのか。
もう被害必要な場所ってないでしょ。ん、鎧鍛えようぜ。んよし、もういいかな。まだ大妖精がいるんだな。バーイ。字幕の方が、あっ、ははーになってるんですけど。あ、そういえば頼まれてたな。忘れてた。そっか、が500ルピーわたもらってたんだ、確か。そのために夜行石10個集まった。どこだっけ、ここか。あ、渡しましたよ、もちろん。なんか忘れてません？お礼とか。いや、そう、いや、お礼くださいよ。あ、もうちょっといいお礼をくださいよ。大妖精に会えたってことが一番の報酬って感じなのかな。